うべきだな。お、わしらの力を貸してやろう。本気化してん。本気だ。そこの娘、わしらの力が借りたいときは呼べばいい。え、うん、ありがとう。それからそこの水瓶を探してみろ。きっと役に立つものがあるはずだ。では行くぞ、茨城。人間に使われとは何たる侮辱。茨城、分かっておる。アコヤの神様でした。へえ、アコヤちゃん、主典茨城だって。荒ぶる大式鬼神、独自の霧で敵全体に攻撃。木が猛虎将、木の、魔の波動が敵全体を襲う。なんか強そうだよ。鬼を見ながら食べるお肉うまい。いいな。負けたやつの力はいらない。かっこいいやん。こき使うんだよ。水亀ってなんだろう、これ。おお、いい匂いがするぞ。これは酒じゃな。ドラ、ちょっと味見よ。ダメだよ、高く売れるかもしれないんだから。わしは金より酒の方が好きなんだがの。あ、主店の酒ってなんかいるんじゃなかったっけ。これってさ、もしかして、封印とくのにいるんだとか違うか。心清い女子はいない。キリンさんに会えない。ちょっと岩見に帰りますね。でもできてないな。優しくないとキリンに会えませんよ。うん、アコヤちゃんね、そうだよ。とりあえずセーブをします。ガメツイだけだから脳幹。村長、もう一回話を聞かせてください。僕たち忘れました。やばい。確か封印を解かなきゃいけなくて、あ、でもやっぱ洞窟に行かないとダメだから関係ないか。お酒はもう言いました。四天の酒ってなんか言われた気がするな。でもこれ、このね、ハンマーのマークがとっても大事なものっていう証で、後々使うかもしれないね。じゃあ洞窟探検行きますか。あこ737個目さん、いらっしゃい。こんにちは。酒店の酒飲みましてん。酔っ払ったんでちゅね。飲みましてん。さっきもらった明宝さんってなんだ。なんかもらった。小槌って言おうぜ。出てこなかった。明宝さんは貴重。あ、これか。体力魔力全回復だって。すごいすごい。ラスボスに残しておこう。義経戦に飛脚の靴買おう。ない。ないぞ岩見村。草履は、ちょっと草履買おうね。今日に戻るわ。今日ならあったかな。そしてラスボスでも使わない。まあ大事にしておくのさ。それがめっちゃピンチの時かな。しんどいダンジョンの時、靴
など草履など、あれ下に行けばいいのか、あったあった。エリクさんは余らせるタイプですね。いいんです、コレクションなので。よし、外にテント飛べんかな。あ、無理だね。天狗さんは会いました。これでヨリトー様より早くなった。ヨリトー様な、なんかちょっと疑心暗鬼だもんな今。絶対モヤモヤしてるよね。闇落ちしたりして。ヨリトー様、シーさんいらっしゃい。ワコニャニュ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 。ホーリー一番魔力低いのな。回復なのに低かった。何見たらいいんだっけ。あーあー、はいはいはい。え、MP のことね。うん、低い低い。ヨリトー様とアコヤが一緒。ここだ。タタラ神社に入れなくて、南西の洞窟の聖水を取りに行きます。はい、ここでちょっと洞窟探検して終わったんだよね。思い出しました。使ってみようか。視点茨木、取水口、毒霧を吹いて攻撃。うん、かっこいいじゃん。いいねいいね。全体は助かるよ。てか今の床のとこすごいかっこいいね。え、毎回あんなんだったっけ。つくよみの時だけ。じゃあもう一個の方、木が猛虎章。はい。こいつに効かんかった。紋章一緒全部。あ、なんかちょっと違うよこれ。すごい効く。わさわさ。スーファミ版って、鬼変身ないんだっけ。天身ってのあるよ。北斗丸が転身できるようになってる。あ、もう覚えた。新しいの。鬼人爆刺激。読んでみましょうか。あ、3? 聞くやつには聞くんやな。これ呼ぶ神様によって床違うわ。あ、3。今気づいた。ほら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 。あ、4。殴ろ。ヒステリー。え、私だけ興奮してんの。なんか言ってよ。今気づいたんだから。相撲台ちゃうねんで、ここグラ凝ってるね、ありがとう。映像綺麗、ありがとう。みんな昼寝中やな。こいつは殴ると。誰かが相撲で音いいね。ここなんだっけ。あ、初めてのとこ来た。あ、山口来たよ。スオウ村来ちゃった。わーい、山口です。スオウ村
昔は海を渡って豊後や肥後に行けたもんじゃ。え、どうしてかって？岩がたくさんあって上を歩いて行けたからじゃよ。でも今はなくなっちまったよ、じゃな。うん、相撲村かと思った。相撲村。あ、新しい回復の NPC だ。私はみんなの体力をかなり回復させられます。錦の衣をいただけたら、錦の衣ね、仲間になりますって。共に参ります。そっかそっか、じゃあ誰かをまたリストラしないとダメだ。ゾウリンどうしよう。でも便利じゃ便利だからね。この村の南西の浜辺には恐ろしい妖怪が出るよ。南西の浜辺妖怪。そうなのかい？相撲の話をしていたら周防の村に着きました。強調してきた。あこついらっしゃい。袖に下にひらひらいっぱいついてるやつ。あ、そうですか。錦の衣。ちょっと寄り道しちゃったね。神様は隠れていねえが。魚が取れなくなったからうちの旦那は都に働きに行ったわ。この時間眠くなります。うん。錦あ、そういうこと。陰薬を買っとかないとね。薬草がなくなったら飲む。飲むさん、いらっしゃい。空に太陽がある限り、空に太陽がある限り。早い早い早い。ナルトの浜の蛇妖怪、人には倒せぬ蛇妖怪、好みが鬼神となれるなら生かしておくまい蛇妖怪。この辺に伝わる手まり歌だよ。蛇妖怪、鬼どこ行った？あ、違った。ある限り止まろ。90両。でもさ、スターに錦のってすっごい歌うまいよね。ヤングマンとかさ、なんかご病気されてましたよね。この村の南西がナルトの浜。うんうん。あ、違う人？それ秀樹？違う秀樹だった？もう回ったか。おっさん激怒するね。ごめんってば。ごめんごめん、勘違いだったみたい。それは本物のスターじゃ。え、錦の木もスターでしょ。本物のスター。そっか、錦の木だから。秀樹を間違えるとマルコの姉ちゃんが怒る。あ、間違えた。職業がスター。そうなの？アイドルですよね。でも錦野明さんって、ソハラ世代で錦野明って言ったらトンネルズの生でだらに出てた人。ソハラたんだから許す。買い物？いってらっしゃい。読めた。なんかおどろおどろしいな。買い物に行ってらっしゃい。錦野はナンバーズで何回も当ててるんやぞ。あ、これもしかして下関かな。どんどん洞窟から遠くなっていく。
ドッキリとかやってた。うん。なっちゃんが机の上で寝てる。あこついらっしゃい。西木野の職業は、アイドルやなくてスターやで。らしいですね。長戸村に着きました。ちょっと寄り道しがちなので、戻りますわ。南西の山だから、あこつ今日クリアですか？いえいえ、まだですよ。いらっしゃい。今日はね、とりあえず日本全国に散らばってる神様を集めようとしてたんですけど、変な草履の NPC が仲間になり、あこやちゃんの神がね、2人ゲットできた。狛犬と、神様というのかな、これは。狛犬と、四天茨城。あと、法輪か。南西だからこっちか。コマさん、うん、もんげー。108の神。まあ狛犬の神獣に当たるからね。うん、神様のお月のって感じか。ここはなんだ。あ、備前村です。どんどん新しいところに。あれ、どうしたんだあこや。うん、なんだか私この村を知ってるような気がする。気のせいじゃないのかね。こういう村はいくらでもあるでな。そうかな。お、アコヤの故郷か。長者殿の家に赤ん坊が生まれるそうじゃ。めでたいめでたい。長者殿、真珠豚バラ、タムコン、ダイディの家に見えない翼羽ばたかせ。こいつは殴る系だな。ピチ。サブタンは初デートでどこ行きますか。なんか前もそんな話せんかったっけ。ラーメン屋背脂たっぷりのラーメン屋に連れてってほしいな。長者ライディーンってあったね。うん、ありましたね。あ、こっちに来れる。新日でしょプロレスデート。骨を止め。2回目もラーメン、3回目もラーメン。たまに焼肉を挟みつつ、油にラーメンの粉かけて飲みなさいよ背脂だってば。あ、最近ジロー行ってないの。行けるならどんどん行ってよ、私の分まで。あ、なんか怪しいところがある。これ四国行っちゃうかな。え、うん、そうだよね。この下あたり四国だよね。繋がってる。後楽園ホールいいや。うんラーメンが大好きなことは分かった。初中はチャーシューの味可愛げねえな。油系女子。うん、ゲーセンデートありですよ。ゲーセン好きなね、女の子だったら楽しいんじゃない。逆に負けたりしてねおよっ。
淡路来たわ。淡路だった。四国でなかったです。淡路牛バーガーください。淡路。ゲーセンデーとか特殊だな。あ、おのころ遺跡になんかあれするって言ってたよね。なんだったかな。願い事が叶うって言ってたんだっけ。なんか起こるって言ってたね。おのころ遺跡。焼肉といえば、それあんあんって読むの？あんあんの半額クーポンを買い込んでしまった。赤だしさんいらっしゃい。太鼓の達人ね。うんうん。ゲーセンは好感度下がる彼女が多い。パワープロ並みくん。パワープロネタか。天下五剣のどれかがあるんだったかな。そうだね。いや、天下五剣はないわ。あと、蝦夷と石見と土佐と豊後って言われてるから、何したらいいって書いてないの。あ、なっちゃんなっちゃんなっちゃん FR って押してる。やめて。じゃあとりあえずチェックポイントだけつけて。ナルトありますかね。これ多分流れ的には、あ、お財布が落ちてる。いて。見つけた、私の財布。よくも突き飛ばしたわね。そのお財布は私が先に見つけたのよ。なんだお前は。それはこっちのセリフだよ。いいじゃないか、アコヤ。その財布その人のものだってさ。北斗丸、お金って大切なんだからね。すぐ人のこと信じちゃダメだよ。そうじゃそうじゃ。おいおい、そこが福留のいいところだっていつも言ってるじゃないか。お金のことは別。ふん、失礼な奴らだが、金を大切にする態度は気に入ったよ。あ、神様。そしてこうちゃんが呼んでます。ちょっと入れてきます。入ってこなかった。おいでって言っても。斉藤さんいらっしゃい。弁天っていう神様だって。私は弁天。この財布は金が湧き出る、神通力を持っていてね、人間には渡せないのさ。でもお前たちを気に入ったから力を貸してやってもよいぞ。弁天様、生きているうちにお姿を拝めるとは。こじたエロ目になってるよ、ホーリン。ありがたや、ありがたや。うん、倒したよ。おはよう。あ、こちゃん入ってきた、自分で。ほほほ、素直なやつ。ますます気に入ったぞ。よしよし、力を貸してやるよ。弁天を下ろせるようになった。あ、ポチった。ドラクエヒーローズ。どれどれ。富をもたらす美しい女神だって、弁天様。これって淡路にいたから淡路の神様。兵庫とか関西の神様かな。
滞在付近、戦闘で手に入れるお金が上がるんだって。このゲームはパーティーメンバーはいろいろ変わるんで、基本もう固定ですね。で、おそらくあと5人目はちょっと前に仲間になった人かなとは思ってます。七福神の一人、神様にも出身地があるとは。一回抜けた人が帰ってくるんじゃないかなとは思ってる。だから5人で確定かな。懐かしいのやってる、いらっしゃい、ゆっくりしててください。サーさんこんばんは、いらっしゃい、こんばんは。ただもうちょっとコウちゃんが邪魔しに来たな。もともとは音楽の神様、弁天様ですか。ジェニアライ弁天とか言ったな。ジェニアライ弁天、へえ。てか私は洞窟に行きたいんだよ迷いに迷ってさ、手広いのね。淡路だったら、イザナギもしくはイザナミ。あ、埋まったよ、間。玉ねぎね。北斗丸が転身できる。あとはまだかな、今からかなと思います。南西、南西って言ってたよね。ただほとんど今転身してないです殴るか神様かっていう感じで。してもった。演説ありです。よう寝てるね。5時か。これは今日も夜遅いかもしんない11時台かな、配信できて。グーグーだわ。そうそうそう、ここの洞窟の聖水を取りに来たんだ。転身強いけど使いどころが難しそう。そうなんですよね。正直なんて言うんだろう、こう攻撃力が上がった感じで神様を下ろした方がちょっと楽しい的なところはある。あー、小学生の時北斗丸の転身姿に憧れてた。そっかー、私もそういう入らないといけないんだな、童心に夜も暇だよ。暇なのです構ってください。夜別ゲーしようか。でも鬼も続き気になるもんね。あ、そっか、あなた男の子じゃないでしょ。じゃあしましょうかしよかまってあげよう、ホトトギス。あ、火に弱い。ソーラさんは小さい頃東光三銃士に憧れてましたよね。そうですね、電流ビリビリデスマッチを見てました。鬼立つしすげー、そんなの見るんじゃありませんチャンネル変えられる。芝の下り曖昧なんだけど、なんだっけなんだっけ。あ、弁天さん呼んでみる。どうする、おっぱいでかかったら。すべての仲間に。あはず、なんか初めてちゃんとお顔がありましたね。お金降ってきたよ。これ毎回したらお金ってすぐ貯まるかな。判断できない。
なっちゃんにネットフリのリセット教えてあげたい。なんでよ。意外と着込んでたね。ここから先見てないです。1.5 倍ぐらいかな。どん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 。あ、そんな今度は猫8人浮きました。泣きながら自分のおもろい子。あれ？あ、また寝た。大丈夫かな？いや、もうやめとこう。もう5時だし、おそばに寄るわ。自分の。ちょうどよかったね。2時間半できた。あと5分。じゃあまた夜に、できたら鬼の続きでもやろうかな。